越城を守りきることはできたが、北条の本拠小田原城が陥落。北条家は降伏し、天下は秀吉のものとなる。ガラシャは捕まり、再び幽閉された。秀吉が病没すると天下の情勢は急変する。覇権をめぐって徳川家康と石田三成が対立した。三成は家康側についた細川忠興を引き戻そうとガラシャを人質に取る。だが忠興は三成側につかず、ガラシャを顧みることをしなかった。ガラシャは絶望した。光秀のいない優しくない世にどうして生きられようか。その様子を痛々しく思っていたネネや貝姫は脱走の手引きをする。各の矢